言論 NPO の工藤康史です。今日の言論スタジオでは日本と中国の問題について議論したいと思っております。現在その日本と中国の政府間は関係改善に向けて新しい展開を見せております。私たち言論 NPO もですね、毎年日本と中国の間で民間対話を行っており、今回その準備も含めてですね、日本と中国の間での議論を始めようと思っているわけです。今回のその対話はその中の第一弾という形になります。で、今回私たちが特に注目したいのは、日中関係が今大きく展開を、新しい展開を動かしていくというこの状況の背景に何があるのか、その中で私たちはどのような議論をしていけばいいのか、これについて多くの人の意見を集めて進めていきたいというふうに思っております。で、今日はまた3人の方にゲストに来ていただきました。まずお一方は宮本アジア研究所代表で中国大使も務められた宮本雄二さんです。宮本さん、よろしくお願いします。続いて東京大学大学院総合文化研究科教授の川島真さんです。川島さん、よろしくお願いします。最後に水穂総研研究所アジア調査部中国室室長の伊藤慎吾さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ということで今日は議論を進めていくんですが、この間日本と中国の間で間違いなくその歩み寄りというか関係改善に向けた動きということの模索が始まっているように見えます。今報道ではまだわからないんですが、この9月に安倍さんの訪中ということも言われていますし、昨年の11月、今年の4月にも日中の首脳の会談が行われました。そしてまた海上連絡網、つまりその尖閣周辺でのその危機管理メカニズムについてもいろんな事務方をベースにした議論が進んでいるというふうなことも聞いております。一方で経済的には中国の人民元の引き下げ、またいろんなさまざまな景気の刺激策の中で経済という問題がかなり不透明なという要素も出てきています。この中で日中関係が改善に向かう大きな背景というのはどこにあるのか、そこを皆さんとまず議論してみたいと思うんですが、まず宮本さんからどうでしょうか。今の歩み寄りの背景は、一番大きな背景はそれは2012年以降ぶつかってみたけどね、代価は大きかったということですよ、それをやってみてね、やっぱり割に合わんなと、ということをそのお互いというか、とりわけ中国側は考え始めたんじゃないでしょうか、やっぱりその国の指導者というか、中国共産党にとって一番大事なのは国政、国の運営ですからね、その鍵は経済で、グローバル経済の中で喧嘩ばっかりしててね、うちの経済をうまくやっていきましょうというのはまあ難しいんですよ、そういう大きなところの中で中国側が関係改善に、舵を切ったと。安倍首相は初めからもう無条件だって話をしますということを言っておられたわけですから、そういうことで事態が動いてきたんじゃないでしょうか、川島さんはどういうふうにお考えですか。今の大使のお話、今大変賛成するんですけど、同時にあと国内政治の状況もあると思うんですね、対日関係は国内政治と非常に密接に関わってますので、今回の場合でもある程度の国内が落ち着きを見せる中で日本に対してもまあ改善をしていく、もちろん腐敗防止運動をやってはいるんですけれども、いわゆる、超大物クラスの粛清は、粛々と進んでですね、かつ大体方向見えてますので、日本に対しての関係改善を打っても国内が大きく荒れない、それとあともう一つ、あんまり反日の方向に舵を切ると、逆にデモも多く起きちゃいますしね、日本との関係をこのちゃんと適切に処理することが、国内のいろんな不満が吹き出しすぎないようにする装置でもあるという面もあると思いますね。伊藤さんはどうですか。最近経済が非常に話題になってますか。そうですね、リーマンショック以降かなり今大規模な景気対策をやった結果ですね、やりすぎてしまったんですね、その結果、投資は過剰になり、また債務も過剰になると、で2010年の第一四半期以降ですね、ずっと減速基調にあるという状況に中国経済はあります、で下手をするとですね、景気は腰折れしかねない状況だという認識が中国政府には強くあります、そういった状況に陥らないためにはやはり安定した環境が必要だということがあろうかと思います、また経済も含めた外交という点で言いますと、TPP の進展というものが見えてくる中ですね、その牽制ということもあり、日中韓の枠組みを使うですとか、あるいは AIIB というものを引き出してですね、それに日本が乗ってくるような、乗ってこないかというような誘いをかけているという面もあろうかと思います、その中であれですか、やっぱり日中関係を改善
する方向にした方がいいということがと国内的にというか政府内の中でも出てきているということでしょうか。そうですね、そういった、まあ、大きな認識はあろうかと思います。はい、宮本さん、具体的に日中関係の関係改善というのはどういうふうに進んでいるんですかね。いろんな形で首脳会談が行われるとかそういう話しか私たちはちょっと見えてないんですが、一番大きいのはやっぱり首脳会談開かれて首脳同士で関係改善に、ゴーサインを出すと、とりわけ中国ではそのゴーサインが出ませんと下は動けませんから、したがって首脳会談は大事だったわけですね。これから折に触れてその引き続きアクセルを強めるのか弱めるのか、首脳会談で決まってきますから引き続き首脳会談は大事なんですけれども、日中の基本的な認識はとにかく戦争の瀬戸際まで行ったと言い過ぎですけども、日本と中国の軍事力がですね、初めて戦後初めて直接対峙して、そして振り返ってみたらですね、何もその間意思疎通して不測の事態に対応するメカニズムがゼロだったんですね。それに両局は慌てふためいたわけです。したがってとにかく緊急危機管理はちゃんとやらなきゃいけないと、これは了解ができて習近平安倍会談でそれは合意をされたわけですね。それは進んでいると、それ以外の分野についてもとりあえず経済を中心に前に進めていくということははっきりもうゴーサインが出ましたので、進んでいると、問題はその首脳会談が思ったように進まないと、とりわけ今回 の安倍談話9月3日の戦勝記念日の件がありますからね、ずっと前にアクセルを踏めなかったという状況で停滞していることはありますが、しかし経済を含めたその政治以外はね、実は政府間の話いろんなもうレベルの対話も始まってるんですね。川島さんね、その一般的にはね、安倍さんと習近平さんが会った時習近平さんの顔が非常に苦みしを潰しててね、なんか非常にこうお互いわざと嫌いだっていうことを、中国はそこまで認めてないよということを印象付けるような形だったんですが、どういう形で方針が具体的に転換していったということが分かるんでしょうか。確かにいろんな形で会合が行われたりするんですけど、どこで方針が決定されたとか何かあれもポーズだったんでしょうか。これはかなり難しい話ですね。いろいろ見方はありますけれども、日中関係改善基調にあるように見えますが、まだまだ綱渡りだろうということは言われていて、で今回のこの7月から8月9月への展開、今結果的にうまくいっているように見えますけれども、7月段階でも例えば日本政府が東シナ海の中国によるそのガス田の開発状況をアップしたりとかですね、で国会において南シナ海の状況というものをいわゆる集団的自衛権の対象にする云々という話が随分出たわけですね。それに対する中国側の反応はかなり強くてですね、これは日中の関係改善にかなり水を差すものであるという抗議も随分あったわけですし、中国側のメディアの反発も強かった。ですから私自身はまだまだもう関係改善に向かって流れているとまで断言するのは行き過ぎだろうというふうにちょっと思っているところです。ただ全体としてもともと経済と環境とそれから地方交流、これは首脳交流なしで動かしていたわけですし、また観光客も大変多く来たわけですね。そのあたりの大きな流れというのは変わらない状態で対処したように、安全のためのメカニズム作り、これも着々進んでいて、で今回 そのバンドンですね、で時は中国側がどうも会場を全部用意してやってましたので、あのあたりからどうもお聞き言えば、一定のゴーサインが出たというところだろうというふうに私は思っています。宮本さん、ちょっともう一回戻しますと、実際に会ってるときはニコニコしているんでしょうか。つまりあれはメディア対策で言ってるんですかね。大体政治家の方はそういうのに慣れてらっしゃるんでね。私もカメラがあるところの顔とカメラがいなくなった時の顔の違いというのは何度も僕別に今の指導者だけではなくて昔の指導者もそういう状況がありましたから、それは容易に想像されますしね。一番象徴的だったのは第1回目の例のそっぽ向いて握手したという、だけどあれの時に安倍首相が記者会見でね、食事の席で習近平さんがいやいや中国では2回目からは古い友人ですからと言ったということを上手に説明されましたね。中国ではそうなんですよ。したがって習近平さんは2回目以降は古い友人として安倍さんを遇しているはずなんです。だってバンドン以降のですね、バンドンでの会談は古い友人の会談の雰囲気だったはずだと思いますよ。
現にそういうふうな話も耳に入ってきますんでね、うん、で習近平さんはそういうことでゴーサインをしたと、うん、いうことです。問題はね、中国の社会が、うん、そう簡単にね右向け右にならないんですよ、うん、やっぱり社会全体の中でその日本に対してそれでいいのかという声は結構強いですよ、うん、それはもういろんなその純粋にそう考えている人もあるし、うん、思惑で、うん、そういう姿勢を表明している人もいると、うん、やっぱり川島さんが言われた反腐敗運動というのはね、うん、社会の中にやっぱり亀裂をもたらすんですよ、うん、だからそういうのを全部一つにまとめながら大きなその混乱も起こらないようにね、うん、対日関係を調整していくという仕事を今習近平さんやってるんだと思いますよ。なるほどですね。あれですかね、まあ、川島さんいいんですか、つまり僕たちが見てると一般のメディア報道しか見てないというところもあるんですが、まあ、実際の話具体的な話はしたことがないので、二階さんが言った時に習近平さんの笑顔がね非常に象徴的でして、その後見てると八千さんにという日本の八千さんに李克強さんがお会いしたり、やっぱり現実的にやっぱり具体的なそのアプローチっていうか目に見える形で動いてますよね。確かにやっぱりこう変わっている感じがするんですね。だからやっぱり中国はやっぱりなんかでも一方では安保法制の議論もあって緊張するような議論もあるわけで、どういう感じ、やっぱりそれでももうそれは決められた路線なんだと思うという流れなんでしょうかね。私はまあ、路線かもしれないけど路線でとなっていない可能性を考慮して慎重にやるべきだと思います。つまり北戴河何なりがあって、うん、そこでこうある種の全く日本をどうするかというよりも違うところで何か、まあ、反腐敗何の方針が決まって、うんうん、その結果として日本の歴史問題に対しては厳しく対処をするという方針がもし決まってしまえば、うんうん、それは対日関係悪化するわけですよね、うんうんうん、ですからその何でしょう、日本の問題が単独で存在していて第一義に決まるならば日本の問題だけを取り上げていいんですが、うん、経済問題、反腐敗問題、あるいは歴史にまつわるそのナショナリズムの問題、いろいろな問題が複数ある中で対日関係ができてますので、うん、ですから私はその、まあ、今回の北戴河などは随分緊張をして、うん、また尖閣の時のようなことがあるのかとかですね、7月までは良かったけどガラッと変わる可能性っていうのはあるかもしれないとは思ってますが、今のところはそこまで大きく変わっているようには見えないですけどね、はい、伊藤さん経済面で見るとね、日中関係で見ると AIB の加入問題でかなり日本と中国の間で考え方の違いがあると、一方で中国はかなりインフラなりそのユーロシア圏の中でそのいろんな戦略的な夢を持ってかなり動いているという感じも感じてですね、非常に中国の巨大なこう戦略的な夢に対日本がさてどうするかみたいな、なんかそういうふうなある意味での対立的なイメージがこう経済面では出てきてたんですが、そこあたりっていうのは どうだったんでしょうか。そうですね、まあ、AIIB を通じて中国が勢力圏を拡大するのではないかと、うんうん、でまあ、それに伴ってですね、本来は返済能力がない国に対しても大量の貸し出しが行われて結果として、うん、アジア、まあ、ユーラシア圏の経済が悪化してしまうのではないかという懸念が、まあ、日本の中にはあったということは確かだと思います、うんうん、ただ、まあ、今の状況になってきますと、うん、まあ、直接入らないまでもじゃあどのように協力していくのかということをまあ考える段階に入っているのかなという気はいたします、うん、まあ、その見通しはちょっとまた多分最後のセッションでさてどういうふうに考えていけばいいのかって聞きたいんですが、一方で経済はかなり中国今困っているという状況なんですか。そうですね、その日中間で投資も減ってきてるし、はい、貿易も減ってましたよね、はい、日中の間では。そうですね、まあ、過剰投資過剰債務に悩まされているという状況ですから、うん、まあ、バランスシートを、まあ、調整していかなきゃいけないということになります、うん、で、まあ、それが解消するにはですね、少なく見ても、まあ、2年ないしは3年はかかるだろうという状況です。ですのでそのまま放置をすれば、
成長率が 6% よりも下になってしまう可能性があるということです。うん、そうなりますと、まあ雇用にも悪影響が出てきますし、うん、場合によっては金融不安につながる可能性もあると、うん、まあ、そういう状況ですので、一生懸命、まあ、金融政策を打ち、財政政策を打ち、また、海外からの資本導入も含めてですね、より積極的にやっていかなければならないという認識を持っているように思います。うん、そこが日中関係、日本と中国の間でそのまた経済的にそれを復興させるということは可能な今局面なんですか。今後日中関係の経済がもう一回こう良くなるということは可能なんですか。そうですね、日本企業の中で中国に対する投資熱が弱っているという議論はございます。うんうん、で、実際アンケート調査を見ますと、うん、欧米ですとか ASEAN に対する、まあ、投資の関心が高まっていることは確かではありますけれども、うん、依然として中国が重要な事業展開先であるという認識は変わっていません。うん、まあ、そういう状況の中、日本企業としてもですね、関係が、まあ、なるべく安定化してもらわないと、もうすでにかなり大きなビジネスをしてますから、うん、従業員の安全にも関わってくる問題でもありますし、うんうん、また、まあ、今後中国の市場で例えば高齢化ビジネスであったり、うん、環境ビジネスであったり、いろいろまあ日本ができることもあるし、うん、中国が求めているものもあると、うん、まあ、そういうことを考えますと、日中関係がまあ経済面で改善していく、まあ、元手となるようなものはあるんだろうと思います。はい、宮本さん、あの第二セッションに つなげるためにもう一回もう少し聞きたいんですが、やっぱり中国と日本はやっぱり両国関係を今改善したいという意思を確実に持っているという、まあ、さっきまだちょっとまだ北戴河の状況を注意深く見なきゃいけないという話もあったんですが、少なくとも日本はどうなんですか。日本は関係改善でしょう。関係改善、うん、もちろん無条件ではないということですね。うんうん、しかしこの我々が認識していかなきゃいけないのは、日中関係の基本的構図が変わっているということです。うんうん、2012年の前と後で基本的構造は変わっている、うん、まあ、それは2010年ぐらいから出てくるんですけども、うん、そういう前提でやってきませんとね、うん、まあ、関係改善進んでないんじゃないかということになるわけです。うん、それはどういうことかというと、はい、それまでの2010年までの日中関係は経済中心だったんです。はい、経済がうまくいっていれば他の問題はどうにか処理できたんだ。うんうん、しかし2010年、とりわけ2012年以降、安全保障というのが日中関係の大きな柱になってしまったということなんです。うんうん、これは将来も緊張含みでいくんです。うん、これがもう緊張緩和されることはほぼないでしょう。うんうん、そうすると一方で緊張要因の安全保障が入って、しかし同時に経済は自然に戻るという通常の動きをするわけです。うんうん、その2つが重なって日中関係が出てきますから、したがって2010年の前、あるいはそのあたりの日中関係に戻るのかなというと、その想定がちょっと私としては実現不可能な想定だというふうに思います。うん、確かにこれは次のセッションでちょっと中心で聞きたいと思ってたんですが、安全保障の局面では日本は日米ガイドラインで安保法制があり、中国も南沙諸島の問題があったり、いろんな問題があって、なんかお互い対話の中でその一つ その信頼関係を増強するとなかなか難しい局面であることも事実だし、一方でそのお互い の関係を改善しなきゃいけない、非常に難しい道のなを切り開いていかなきゃいけないという今局面に来ている中での関係改善の局面だというふうに、まあ宮本さんの話を受け止めたんですが、これについては次のセッションで安倍談話をどういうふうに見ればいいかということを含めてちょっと議論を進めていきたいと思います。じゃあちょっと休憩を取ります。私たちが政治家に白紙委任状を与えることができないというのはその通りだと思います。国民一人一人が自分の考えがあり、志があり、願いがあるわけです。まあ、代表民主制という制度がある限り、もちろん国民が直接政治家に代わって政治を行うことはできませんけれども、我々は政治家にある当然の期待を持ち、注文があり、その枠内で政治家が政治を行うことを要求していいことだと思うんですね。そういう意味では選挙民と政治家との間に永遠の緊張関係があってしかるべきだし、それが失われているのが今の日本の現状ではないかと思います。そんなことでもちろん
政治家は自分の所信を国民に率直に説明し、それに基づいて我々は政治家を選び、政党を選んでいくべきですけれども、そのコミュニケーションがうまくいってないと、国民をもっと考えさせ、国民にチャレンジし、自分の理想を国民に問うという姿勢を貫いてほしいというのが私の考えであり、願いでもあるということが言えると思います。はい、では議論を再開します。今年はまさに日中関係が改善に向けての歩みをいろんな形で模索が始まってたと。一方で今年は戦後70年ということで、安倍さんはそれに対する自分のメッセージを発表したいと、そのメッセージを発表する内容についていろんな形でアジアの周辺国からいろんな疑念が出たり、いろんな形がありました。そしてそれが14日に出されたというわけですね。その後の報道を見るとですね、確かに新華社とかいろんなメディアの中では厳しい論調もあるにしても、政府レベルでは意外になんとなく納得しているとか理解を示しているような、つまり逆に問題化したくないとというふうな配慮があるような感じもあるんですが、であればそのメッセージって何だったんだろうかと。で、一方でそのメッセージが今後日中関係の改善に対して何かどう影響をもたらすのかということをまずお聞きしたいんですが、宮本さんからどうでしょうか。中国側、韓国はよく存じ上げませんけども、中国側はやっぱりその日中関係を可能の限り前に進めたいと、国内の雰囲気なりいろんな意見がありますから、そういう中で進めなきゃいけないんで、慎重に対応するという面は出てくるんですけども、基本はそういう方向だっただろうというふうに思ってます。そういう立場からすると一応切り抜けられる談話だっただなという判断はしているというふうに思います。はい、私は注目したのは5月に二階訪中団3000人の行った時の習近平さんの話の中に、歴史問題に関してはね、我々はその歴史の事実を否認し、歴史を歪曲することは許さないと言ってるんですよ。それだけしか言ってないんですね。だって何が事実の否定であり、何が歪曲かということを解釈しうる余地を残したなと僕は思ったんですね。あれが習近平さんの提示した条件なんですよ。だからそうかすると、その安倍談話っていうのは間違いなく合格できるんですね。そういう意味で中国はそういう対応をしてきたというふうに思いますよ。ということはあれですね、安倍談話に対するいろいろ世界的な関心なり期待値っていうかが高まってたんですが、逆に周辺国の方がハードルを下げてきてたとという感じなんでしょうか。国と国との関係はね、韓国の場合も特にそうだと思いますけれども、やっぱり人との問題でそこでスタックしてね、もう前に進まないっていうのは外交として最低ですよ。やっぱり大きな国と国との利益というのは、もうそれ以外ものももろもろ含めた大きな利益があって、その中の一つが歴史の問題ですからね、そういう位置づけはいずれせざるを得ないわけですね。そういう状況に立ち入っただったと思います。一つだけ付け加えておきたいのはね、私は今回安倍談話を出すということになってね、でいろんな川島先生も参加されたああいうその有識者懇談会みたいなのができてね、そしてその国民社会により広く戦前の歴史についての再認識のプロセスが起こったと思いますよ。だからこの一連の作業をやる前と後で、国民全体のその戦前の歴史に対する認識というのはね、高まったと思いますね。それがやっぱり主流派の意見である満州事変以降の日本の行動は侵略であったと、アジアの人々に対してやっぱり我々は迷惑かけたんだという、そういうのに大きく影響されていると思いますので、結果とすれば日本社会全体を取れば、全体としてはポジティブに評価すべき一連の、動きであったというふうに私は思ってますけれども、はい、川島さんその有識者懇談会の一員でいろいろ議論にも参加してたんですが、やっぱりどうですか、当初、参加してみて、それから今度談話を見て、どういうふうにご感想を持ちましたですか。談話それ自体とその提言書は、総理は随分提言書を踏まえてっておっしゃってましたけれども
内容的には随分違うところも多いんですね、実は。まあ、ただやっぱり安保法制をめぐる問題で、国会の会期が延長されて8月半ば、お盆休みがあるにしても国会の会期中での発表ということになったことによってですね、随分談話の話がこう政局といいますかと絡むものになったなという印象を持っています。もともといわゆる4つのキーワードにはまあそれこだわらないと言ってた話だったんですが、政局に絡む中でまた閣議決定をするという中で4つのキーワードがやはりこう政局の内部でもやはりこう重く見られるようになってしまったという面はあるだろうなと思います。で、中国側との関係でいうと、中国は大使おっしゃるようにある種こだわりを持たないような姿勢を示して、逆に解釈権を留保した感じがあるんですね。決め打ちをしないで中国自身がどうにでも状況に応じて解釈できるようにしたかなという印象は持ってますけれども、もともと2007年の4月12日の温家宝の国会演説というのがあって、でそこにおいて温家宝さんが事実上村山談話と小泉談話を高く評価するってはっきり言ってるわけですね。でそこではお詫びと反省を含むということをはっきり言っているので、ここは壊せない。加えてその1998年の日中共同宣言には村山談話を順守すると言ってるんですね。でここも崩せない。ですからこの基本構造は日中関係で踏まえればいいかなと思ってます。ただ満州事変でというのはですね、中国側はもっと前のいわゆる大陸政策があると、明治の近代日本はずっと中国大陸を侵略していると中国は言ってますので、そういう意味では歴史観は完全には合わないんですけれども、31年以降侵略だというふうに言えば中国の人もそれなりに納得するロジックだと思いますね。ただ唯一心配なのは政府と民間で中国もだいぶ違うので、政府の方が非常にこう穏健な対応を取ろうとしてもあまりこう社会の方で火がついてしまうと政府の方としても厳しい姿勢を取らざるを得ないという局面が生じるかもしれなかった部分があったんですね。そこは大変心配しましたけど、今のところは そこまでひどい事態には陥っていないかなという印象。確かに今川島さんおっしゃったように政府は非常に真剣穏健というか、事態を変にしようと思ってないのは分かるんですけど、国民の声があまり出てないですよね。であそこまでこう結構温度を上げていってたわけで、そういうことをどう 見られてるのか、何か情報入ってますか。要するにこう例えば安倍総理がこう、アメリカにおいて議会演説、そのオーストラリアがあったり、イスラエルがあったりしたわけですが、中国政府は静かにしたわけですね。ところが中国のいろんなメディアはかなり厳しく批判をしてた部分もあったわけですね。でただそのメディアの報道に対して例えばネットが炎上して非常に盛り上がるということでもなかったというのもあって、当然いろんな思惑があって、あるいは非常にこうナショナリストの方々は反発をするんですけれども、必ずしもこう中国の人々にこうわーっと広がっていくようなものでもなかったかなと思っています。あともう一つ言っただけ、今回中国大使館、日本の北京にある大使館において、中国語訳をすぐアップしたんですね。あれは大変良かったというふうに思っていますし、かつ翻訳がおそらく短期間で作られたんでしょうけれども、かなり練られたような印象を持っています。日本語の言葉をそのまま訳しちゃうといろんなこう問題が中国で起きるんですが、今回かなりそれを防ぐために例えば犠牲という言葉ですね、中国語では犠牲というのは正義のために死ぬ場合だけなんですよ。ですから戦争のために普通に犠牲になっちゃう時に犠牲で使えないんですね。そういう言葉は確か犠牲という日本語を中国語では3種類ぐらいに訳し分けてましたね。ああいうのは大変良い工夫と思いました。なるほどね。伊藤さんは経済の方なんですけど安倍談話をどう読みましたか。各所に非常に配慮をされた、本当に多くの方が練られて作られた文章だなという印象は強く持ちました。あとはその文章に基づいていかに行動するのかというところもまた中国含めいろんな皆さんがご覧になっているでしょうから、その次をどうするかというところが次のステップだなというふうに感じました。はい。確かに私も昔いろんなエディターをやってた時の感じで見ると長すぎるなとか私たちはっていうんでちょっと一人称で言ってほしいといろいろ思ったりしたんですが、宮本さん要するにこれは戦後70年という仕組みの中でこの談話が出されて、それに対して中国は反ファシズムという形で、そして軍事パレードをやるという話をで迎え撃ってるとという非常にこの空間だけが世界から見ると何か違和感あるような非常に空間に思えている人も世界にはいたんですが、ただ一方で軍事パレードがあって安倍さんがそこに行くのではないかという一部報道もあると、
これはどういうふうに考えていけばもうそこまで仲良くなるような状況なんでしょうか。まあ、これは双方の国内の政局が絡んでくるわけですよね、うん、それでその指導者が最終的な決断をするということだと思いますが、うん、軍事パレードに関して言えばこれ私のかなり独断ですけども、それはやっぱりもう 120% その国内習近平さんの必要で9月3日に軍事パレードをすることにしたなと私は思ってます、うん、それはやっぱりあそこまで人民解放軍を叩きましたからね、半腐敗で、うん、したがって、まあ、そこを中核に据えてですね、まあ、彼らを激励する場が欲しいし、自分が人民解放軍の最高司令官だということを示す晴れの場所というのが欲しい、うん、ところが歴代の中国の国家主席というのは10年に1回それも終わりに近づいた段階に、うん、国慶節の日にやるという慣例なんですね、うん、そうするとなかなかそのチャンスが習近平さんに巡ってきませんから、うん、気がついてみるとロシアはですね、その反ファシズムと、うん、いうことで軍事パレードをやっていると、うん、いうことだったらそれで実現したんじゃないかなと、うん、違うということを、ね、言われるかもしれませんけど、私はかなり独断的にそう思ってるんですね、うん、そうだとすると反日が目的じゃないんですよ、うん、だから先ほど言ったように大きく日本との関係を改善するというふうに舵を切ってますから習近平さんはですね、うんうん、で国内で実現するかどうかというのはその次の問題ですけど、いずれにしてもそういう方向で今動かしているということからすると、やっぱり安倍さんの訪中を実現してですね、とりわけいろんな国がそのこのパレードに参加するかどうかということについても逡巡して、うん、決めかねているという状況ですから、したがってその安倍訪中が実現すれば、習近平さんとして国内にもメンツの立つ立派な軍事パレードになるわけです、うん、まあ、そういうことで今動いているかなという感じがいたします。日本に関して言えば、うん、やはり全体で僕はもう今の安倍内閣の基本的な目標は安保法制のこれをその無事通すということにありますので、うん、そのためのまあ内閣支持率を高止まりにしておきたいということだと思いますので、うん、あれやこれやのご判断で、うん、それからもし日中関係でさらに一歩進めるような状況が作れれば訪中するのもいいかなというご判断はあり得るというふうに思ってますので、うん、このためにもう国内に説明できる材料をお互いにどういうふうに作り合うのかと、うん、それをこの確定して具体化して了解事項にするという作業がまだ残ってるんじゃないかなという感じがしますので、うん、はい、報道はありますけども今段階で決まったというのは時期尚早ではないかなというふうに思います、うん、はい、川島さん今の同じ質問になるんですけど、その、まあ、確かに今回談話も終わり、まあ、日中関係で首脳が会談するということは非常に必要な局面だと思うんですが、ただ軍事パレードの局面の時に行くということに関してはどういうふうに考えていけばいいんでしょうか。9月3日の軍事パレードというのは、うん、要するにあの日が反ファシスト闘争勝利記念日、うん、まあ平たく言えば抗日戦争勝利記念日だからなわけですね。その時に敗戦国である日本のトップが行くということはまさに平和とあるいはその戦後の和解の象徴になりうるわけですので、うん、私大使おっしゃるようにこれが反日目的ではないということを示すこともあり得るので、うん、安倍総理の決断がありさえすれば何かその日中関係の改善のみならず歴史について何かパフォーマンスをする可能性もなきにしもあらずだと思うんですね。ですから、まあ、六王橋もありますしいろんな場所がありますので、まあ、小泉総理もいらしたことがありますし、まあ、何かそうした歴史絡みのイベントプラス日中関係の改善に向けての何かをするということはあり得ると思いますね。逆にそのチャンスを、それを利用して、はい、何か大きなパフォーマンスを世界にできるかもしれない。これはやや賭けですね。つまりその安倍談話とそれをセットにしたときに支持率が上がるならばいいと思いますけどね。それは非常に厳しい、でも安倍総理の固定的な支持層を失う可能性もありますので、どう考えられるかそれは官邸のご判断と思いますね、はい、伊藤さんにこれこの問題どう聞くといいか分からないんですが、どういうふうに見てますか。後からちゃんとまた経済の話は聞きますけど、はい、まず
一般的に我々のアンケート調査を見ましても、はい、中小企業の皆さんも含めですね、日中関係の改善を強く期待する声というのは、まあ、根強くあると思います、うん、まあ、この9月3日のタイミングか、まあ、別のタイミングかは別としてですね、早期に首脳同士が普通に話し合えるような環境が作られるということを、まあ、産業界は強く期待しています。うん、なるほどね。で、次にそのちょっと次のセッションをまたぐ議論になると思うんですが、さっき宮本大使も言ってましたけども、その、まあ、2010年の後、前と後では違うと。で、確かにその日本は安保法制があり、その集団的自衛権があり、まあ、別に中国ということをそこに明示的に意識しているということではないにしてもですね、少なくとも北東アジアのパラダイムの力の大きな展開の中で日本が安全保障を考えなきゃいけないという状況があり、一方で中国も中国の夢なりいろんな勢力拡張もある程度考える局面があると。その中で日中関係を今後いい形でどういうふうにこう持っていくという知恵が必要になるんでしょうかね。まあ、それが今後政府レベルには問われてくると思うんですが、どういうことになるでしょうか。日中のマネジメントはそのますます米中のマネジメントに似てくるわけですね。うん、ですからその9月 の、 習近平主席の訪米と、うん、そこで 米中がどういう形 の、 そのディールをするか、うん、これは東アジア の、 その大きな秩序作りにね、うん、大変影響する重要な出来事だと思いますよ。うん、それから とりわけ 南シナ海の問題をどういう形で米中が決着するのか、うん、すなわち中国がその既成事実を押し付けてね、で自分の立場を強固にするのをね、アメリカがどこまで認めるかということですよ。うんうん、これは今後の東アジアがそのいわゆるそのアジアの秩序の形成に相当大きな意味を持つ、うんうん、そういう大きな流れの中で日中も考えていくということになりますけれども、うんうん、我々は中国との関係で中国側にもですね、部下はもう機会があることに言ってますけども、軍事面を全面的に出してね、どういう秩序が作れると思ってるのかって聞いてるわけですよ。うん、軍事力を使って一体何を達成しようとしてるのか、うん、もう実はね、軍事超大国のアメリカが軍事力でほとんど達成できてないんです。やれてるのは基本的な国際社会の秩序の維持と、これはギリギリやれてますよ。それはアメリカの軍事力のおかげだと思いますよ。それを超えて何かそのアメリカの政治目的を達成するためにアメリカの軍事力はね、結局大して役に立たなかったんですね。何回も何回もベトナム戦争から始まって失敗をしてきたでしょ。そういう中で中国はその軍事力をどうし続けるかという、これは僕はもう折に触れて彼らに考えてもらいたいと思いますね。うん、彼らがここをちょっとこう考え方を修正してくれると、我々が共にその協力するやれる空間がぐーっと広がっていくんです。ここはやっぱり非常に鍵だと思いますね。これができないと相当厳しい軍事安全保障のロジック中心の東アジアの秩序になってしまうので、うん、もう経済のためにもマイナスになってきますし、うん、この地域の平和と発展と、うん、あるいは平和と繁栄のためにもマイナスになりますね。うん、はい、川島さん、ちょっとあとちょっと1分ぐらいしかちょっとしかないんですが、また次のセッションでお話ししてもらいますけど、さっきのいろんなこう行った時にいろんなこう平和的なパフォーマンスができるかもしれない。ただ一応和解っていうか、その戦後にいろんなことに関するいろんな形での不信感を取り除くと、国民レベルでもという問題と、今の安全保障の新しい局面の展開ですね、これを日本、まあ、政府ですね、政府レベルとしてはどういうふうにこう調和させていくということになるんでしょうか。それは具体的な軍事安全保障においてはかなりリアリズムでやっていくと、うん、だけれども日本がその敵対を煽ってるって思われちゃいけないわけですよね。うんうん、ですから日本としては対外的に必ずこう平和構築、あるいはその関係を平和的に持っていこうとしているんだけれども、やむを得ずこうしているという、そういうイメージ作りをしなきゃならないわけですので、そこは折り合いがつくだろうと思います。うんうん、はい、わかりました。じゃあちょっとここで休息を入れて最後のセッションに行きたいと思います。私は今の日本の民主主義はですね、民主主義の試練の最中にあるというふうに思ってるんです。どういうことかと言いますとですね、かつて日本が高度成長期にはパイの配分をめぐってですね、かなり民主主義が機能しました。しかし日本が平和な成熟国家に到達した時点でですね、国民が
大きな問題に関心をあまり持てなくなって、自分の利害に関心を強く持つようになった。でこれにですね、政治が敏感に反応して、まあ、いわゆるポピュリズムのような現象が起こっていると、こういうことになると民主主義はある意味民主主義であるがゆえに自ら機能のレベルを下げていってしまうということになるわけなんです。そこで必要なのはですね、私はオピニオンリーダーの存在だと思うんですね、国民、政治家、政党それぞれしっかりしてほしいと思いますけれども、まず言論界なりメディア界がしっかりしたオピニオンをですね、信頼できる形で発信すると、国民がそれを聞いてですね、判断の材料にしてもらうと、そういう役割が今の日本に少し少ないんじゃないかというふうに思います。ですから言論 NPO としてはですね、このオピニオンリーダーの役割、しかも公平公正信頼できるオピニオンリーダーとしてですね、活躍されるということが必要なのではないかというふうに思っております。はい、では最後のセッションに入ります。考えてみると言論、私たち言論NPOが2005年に日本と中国の間で対話を実現しまして、民間の対話ですが、その翌年私たちの対話東京で行われた時に当時の安倍官房長官がメッセージをしまして、その2ヶ月後に電撃訪中をし、そして戦略的互恵関係を作った。要するに私たちの対話も日中関係がちょうどひどい時から変わる局面だったんですが、今回もう一回安倍さんが新しいその展開をするという状況になるという状況になってきてるんですが、まあ、当時は戦略的な互恵関係を作ってくださるということでした。で今後やっぱり先の安全保障面でもいろんな形の構造が変わっていく中で、今新しい環境を作るときにどういうことを日中間が考えるべきなのか、まあ、それを日本がどういうふうな形で先導していくのかということをちょっとお話をいただきたいと思うんですが、宮本さんどうでしょうか。若干視点をね、民間の視点ということをちょっと考えてみたらいいのはね、うん、僕はよく爆買いとかなんか言われて半分風刺気味に話されますけれども、爆買いね、爆買いね中国観光客の、うん、しかしね今年はもう300万人いくだろうとかね、うん、ああいう話をされている中でね、この人たちがねかける50とかかける100の割合でね発信してくれてるわけですね。ですからその300万でかける50だってね、これ1億5000万なんですよ、はい、それぐらい彼らの直接の情報が発信されてるんでね、実はこういうのはじわじわと中国社会の対日認識に影響を及ぼし始めていると思いますよ。だからその国民同士の対話というか、そういう社会同士の触れ合いというのはこれだけ強まったというのは、やっぱり民間の交流の一つの活躍の場が強化されているというふうに思いますね。だからそれを踏まえてどういうメッセージをその言論 NPO として出していくのか、東京北京フォーラムについてどういうふうな発信をしていくのかというときには、やっぱり中国 その草の根の社会が対日認識についてね、一つ この突破を今出し遂げつつあるという認識を持つことは必要じゃないかと思いますけども、うんうん、で私たちのこの対話っていうのは、まあ、両国の政府間関係の基盤とか基礎工事って宮本さんもおっしゃってましたけど、環境づくりをしていくだけじゃなくて、やっぱり課題にやっぱり両国の有識者がちゃんと向かい合って解決していくと、そういうきちっと大きな流れが両国の世論を変えていくような、そういうような環境を作っていくことによって政府間外交がいろんな形の展開力ができるような状況にしたいと。で多分政府が今何を目指していくのかということをちゃんと理解しながら、一方で民間はその先を行こうという気持ちがあるんだけど、川島さんと日中関係は今後どういうところの展開になっていて、民間は何すればいいんでしょうか。まず第一に言えることは、この5年ぐらいで我々学んだことですね、うん、つまり政府間は安全保障の問題もあるし、いろんな問題があるからすぐ壊れやすい、うん、で政府は当然ながら安全保障の面とかいろいろ政府にしかできないことをやるわけですけれども、うん、常に民間の方はつながっているという状態をどう作るのかですね、うんうん、
でそこが一番の工夫のしどころで、うん、確かに観光などもですね、政府が何か言うと止まってしまうところが特に中国側にあるわけですが、うん、先ほど申し上げたように経済と環境と地方交流 は残ったわけですね、うん、トップが関係悪化しても、うん、そのあたりを中心にして後半で強固な連絡体制なり交流体制をどう作っていくか、うんうん、で例えば上の NPO の中で中国と日本の地域間交流ですね、うんうん、地方同士の交流、まあ、いわゆる、まあ、友好姉妹都市の交流がどうなっているかということについて、まあ、レポートしてみたり問題を考えてみるであるとか、これは前も言ったことありますけど、あるいは医療でもいいし何でもいい、建築でもいいし、ある種の専門家同士の交流がどうなっているか、うんうん、経済交流についても単に経済という言葉は言わずに地方の中小企業がどうかとか、あるいはある特殊な業種がどうかとかって、うん、少しこう細かくこう区切りながらですね、うん、パートナーをお互いに持っていくような、うん、そういうきめ細やかな関係づくりをどう構築するか、これはもう随分先に進んだ話ですけども、うん、やってていいだろうと思いますね、うんうん、伊藤さんに行く前にもう一回三浦さんちょっと伊藤さん間違い聞きますんで、2年3年前に私たちは両国の間で不戦の誓いをしてですね、でその時宮本さんのご意見もあって、私たちはそれをアジアの北東アジアの平和的な秩序づくりという問題にやっぱり生かせないだろうかという議論の課題が残っているわけですね。それで今回今日中で今世論調査を今やっている最中なんですが、両国の目指すべき理念とか考え方価値観とかいうことを議論しようという形とか、どういうふうな姿を目指すか民間レベルでまず議論しようと思ったんですが、そういうふうなその僕たち その将来に見据えた枠組み作りに対して民間側が動き出すことって意味ありますか？もう大変意味がありますね、うん、ところ3年前を思い返しますとね、いやこれはネットの議論が中心だったんですけども、それでもね、もう日中戦わばというね、うん、もう日本を攻めろとか、まあ、中国を攻めろっていうのはちょっと少なかったですけども、うん、向こうで日本を攻めろっていうのは結構あったわけですよ、うん、そういう国民社会の雰囲気の中で日中の一部ではあるけれども、うん、しかししっかりとしたところを代表するそういう人たちが集まって、戦ってはいけないと、うん、あらゆる問題を平和的に話し合うべきだということを、うん、両国社会に発信した意義はものすごく大きいですね、うん、ですからそれはやっぱり一つの象徴的な出来事をお作りになったと、うん、これはもう工藤さんがもう信念でしたよ不戦の誓いっていうのはちょっと僕はね、ちょっと若干医療儀的な色彩があるのかなと思ってね、うん、反戦ではないんです、ね、なんですか内心ね何も言わなかったけれども、全面的に支援したわけじゃなかったけども、あなたが何が何でもやるということでね、しかし結果としてはね非常にいいものになりましたね、うん、だからそういうふうにその一歩先を行って両国社会にこういう考え方もありますよと、うん、我々が共にいただくべき理念としてこういうものはあるんじゃないでしょうかと、うんうん、いうのを両国の有識者が議論をして一つのコンセンサスで打ち出せれば、それは素晴らしいことですよ、うんええ、川島さんにもちょっとお聞きしたいんですが、川島その安全保障の問題でその時に問題になったのは、一つはその尖閣問題 の周辺の海上連絡も危機管理もホットラインがないと、それがなんとかまあ、報道によるとなんか動き出そうとしていると、うん、すると当面偶発的な、まあ、その運用に関してまだいろんな問題あると思うんですが、偶発的な事故からなんか大変なことになるということはないと、でその次ですね、まあ、それはそれとしてかなり危機管理をやりつつ、さっき川島さんは軍縮ということを使う言葉を使ってましたけど、やっぱり平和な環境にしなきゃいけないということでも、なんか政府間もやってほしいんだけど、それをバックアップする民間の役割ってのはあるんでしょうか？一つには今尖閣の海上部分だけなんですよ。それはソロの問題もありますし、いろんなところにいろんな問題があるわけですね、うん、で私が思っているのは、今回のこの尖閣の海上の、まあ、連絡メカニズムを契機として、うん、まあ、日中間残念ながらいろんな部分で紛争になりうる状態を抱えているので、うん、なんて言うんでしょうね、こう対立がエスカレートしない多様なそのメカニズムですね、うんうん、はっきり言っちゃうとこう軍事的対立のこうお作法みたいな、うんうん、マナーズみたいなものですね、うん、それをどう作るのか、米ソが冷戦中に持っていたようなマナーを我々に東アジアで作れるかどうかというのが大きな焦点で、うんうん、その先にいわゆるセキュリティジレンマと言われている双方が軍事予算を上げていっちゃう、これをどう抑えるかという点での軍縮、うんうん、あるいはまあそういう会議があるといいですよね、はい、
まあ、そのじゃあそのどうお作法のところに、まあ、やっていかなきゃいけないと思ってます。で伊藤さんですね、経済的な問題もちょっとかなりあると思うんですね。でとりわけですね、今の状況で見ると中国が、まあ、経済的にはその経済の構造改革をしてやっぱり状態化っていうんですか、今の安定的な成長するように経済、中国がそれを持っていってくれなきゃいけないんですが、まあ、そこに不透明感はあるんですけど、一方で中国はかなり戦略的な野心というかある程度夢を持ってますよね。これと日本という問題がどういうふうに今後お付き合いしていけばいいのかというのはどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。はい、やはり中国経済が健やかに発展してもらうということが、うん、日本にとっては非常に重要だということですね。うんうん、先ほどお話ししました通り、中国は過剰債務と過剰投資の問題を抱えていて、それをどう調整するか、まあ、日本がかつてバブル崩壊以降直面してきた問題にまさに直面しているという状況ですから、まあ、それをその、まあ、何らかの形で知的貢献の形でですね、ソフトランディングできるようなその知恵を民間でも提供する必要があるだろうと思いますし、実際今少なからぬ中国のシンクタンクが日本に来てその調査を引き続きしているという状況ですから、それをサポートする必要があるだろうと思います。それからその野心的にですね、そのまあアジア地域ないしは世界秩序を作ろうとしているというお話がありますけれども、日中だけではなくですね、よりまあ広域な地域において、FTA、EPA をですね、作っていく必要があるだろうと思います。まさに今大使のおっしゃられた通り、まあ、ウィンウィンということもありますし、その、まあ、政治関係が安保環境が緊張してきますと、経済をですね、使ってその外交的安保的な目標をその達成しようとする誘惑に、まあ、駆られやすいわけですね。でまあ、アジアの多くの国々はどうしたって対中依存度が高まっていきます。逆に中国は他の国に対する依存度が内需が増えていくにしたがってですね、小さくなっていきますから、非対照的な相互依存関係というのは形成されてくるわけです。そうなりますと他の国から見てもですね、FTA、EPA でなんとかその中国が経済制裁などを行えないようなですね、まあ、環境を作っていくということが必要だと思いますし、それは中国の民間の人からすれば財産権を侵害されにくい環境を作るということにもなりますから、中国の民間にとってもですね、EPA を広げていくということは決して意味のないことではないと思います。うん、単純に、まあ、市場を開拓するだけにはとどまらない意味を持つだろうと思っています。うん、伊藤さんは中国の経済の、まあ、今非常に困難なんですが、困難といってもまあボリュームが大きいので、中国の例えば今回の人民元の引き下げとかですね、まあ、確かにドルペックもあって、ただ一方で中国の通貨そのものを国際化とかいろんなことを中国考えてますよね。中国の経済はその、まあ、まあ国内の立て直しと同時に国際的にはどんな形に今挑戦しようとしているんでしょうか。そうですね、まあ、引き続き、まあ、世界経済における、まあ、プレゼンスを拡大し、まあ、自分たちにとって、非常に、まあ、使いやすい経済制度を作ろうとしていることは、まあ、確かだと思いますけれども、ただ、まあ、中国だけがいい制度を作ってもですね、それは、まあ、国家の意思につながらないということでありますし、まあ、どうやって他のところとの利害を調整しながら新しい制度を作っていくか、今その模索をまさに AIIB とかさまざまな形でしている状況だと思います。うん、宮本さん、AIIB とか、まあ、TPP とかいろんな形でなんとなくこう対抗色を、ね、メディアで論じる場合が多いんですが、やっぱりこれをどういうふうにこう今後の、まあ、アジアの将来的な発展のためにですね、考えていけばよろしいんでしょうか。まあ、メディア批判になったらなるかもしれないんですけども、うん、全部中国に対抗して、うん、という話になるんですね。うん、もうなんか日本政府がやってるけど全部全て中国に対抗してやってるなんてね、僕はそういうことじゃないと思いますよ。うん、そういう気持ちがないと言ったら嘘になりますけどね。しかし経済は経済の論理があって、うん、一番大事なのは世界経済をどうするかということなんですね。うんうん、中国みたいに大きな経済になってですよ、うん、そして新しくできた仕組みが世界経済にプラスになるかマイナスになるかと、うん、これが日本にとって一番大きな問題なんですね。うん、でもそういう観点から経済の個々の問題について対応していくと、うん、こういうことにしつつ、同時に中国側はですね、もう全てが走りながら考えるという状況にあるんです。うん、ですからみんな中国の人だからもう熟慮してね、
いろんなことを打ち出してきてるだろうという想定で日本の人は考えてるんですけども、そうじゃないんですよ。したがって走りながら考えてその都度打ち出してきてるもんですから、大きな方向、中国がその世界に尊敬されるその強大な国になりたいと、これは変わりませんよ。しかしながらそれをどういうふうな形で支えるかということについては彼らはフレキシブルなんです、だからそこを我々は捕まえてね、彼らがその我々として共存しやすいそういう国になるように、これまた僕はソフトパワーだと思いますよ日本の、そのソフトパワーを使って彼らを我々いい方向にね誘導していくというか、それをこれからね、日本の全体として考えていく、中国がだからそれに対抗してどうこうと、そういう発想法はそろそろ脇に置いてね、より大きな世界全体の、あのコモングッズといいますかね、そういうもののために中国をどういうふうに持ってたらいいのかという発想から、我々は中国にアドバイスをし、中国に意見を言い、結果と他の国とも連携しながらね、で結果として中国を我々としては非常に扱いやすい国にしていると、そういうことをやっていかないと、あの対抗だけしてるんではね、いい結果は出てこないと思いますよ。はい、川島さん、今のお話はちょっといろいろ深読みして聞いてて伺って、その通りだと思ってたんですが、多分一般の人から見れば、あの中国と日本が本当に共存発展できるのかと、あの将来含めて、で目の前にはいろんな問題がありますよね、さまざまな。だけどこれはそうしていかなきゃいけないんですよね。今の大使の話に、共存発展できるようにうまくお互いにイメージを共有していくし、これは日中の問題だけではなくて、韓国や東南アジアの国ともそれを共有していく必要があると。で中国から最近来ているメッセージは1対1路構想ですね。もう64の国が入っていってますが、日本は入らないわけですね。1対1路構想の中に AIB もあるわけですね。でそういう中国が出してきているメッセージに日本はどう答えていくのか、どう噛むのか噛まないのか、ここをよく考える必要があると思います。鹿島さんはどう思いますか？それ私は AIIB に関してはアジア会議があるからいろいろ考慮があっていいと思いますが、中国がこれから出してくるさまざまな枠組みに関して日本は全部無視をするというのは得策ではないと思います。そこに必ず入っていって、中国は白いキャンパスを持ってまだまだ彼ら考えてますので、そこに日本なりのメッセージを投げていく方が日本にとっていいと思います。江藤さんどうですか？今の同じ話になるんだ、共存発展するために、なんとなく対抗色じゃない形、今 TPP があり AIB とかあったり、中国のいろんな戦略があるんだけど、どういうふうに日本はそれに対して対応していけばいいんでしょうか？そうですね、先ほどあの川島先生もおっしゃった通り、中国はこれからいろんな制度を作っていこうとするだろうと思います。そこの中に入っていってですね、中国に対して知的貢献をするということを通じて自分たちの利益もそこの中で実現していくという姿勢はやはり重要だろうというふうに思います。で、中国側の人とお話をしていても、その新しく作ろうとしている制度に対して 100% 自信を持ってですね、俺たちができると思っているわけでもないんですよね。日本は一体どうしてるんですかとかいうことを気にしながらですね、実際あの大使のおっしゃった通り、こう走りながら考えているところがありますので、一緒に伴走するっていうことも必要なんじゃないかと私は思います。多分ですね、今日のお三方はみんなそれぞれ中国の人たちと対話しているということの経験がやっぱり前提あると思うんですね。私もやっぱり中国と対話することによって、やっぱり確かに議論、話は噛み合いますよね、課題を共有していれば。だからそういう形で、その宮本さんおっしゃったようなソフトパワーということの力が問われていると思うんですが、時間もあれにだんだんなってきているんですが、さて日本がじゃあアジアをどう自分たちの夢として考えていくのかということの議論があまりも不足しているような気がしているんですが、宮本さんどう見ているんですか？僕はもうずっと昔から考えているのは、出発点はね、悪いですが日本の国の平和と繁栄なんです。これが私にとっての出発点なんですね。しかし今の世の中ね、それを実現するためにね、国際社会が平和でね、国際社会が持続的に成長し続けるっていうか、繁栄し続けるような状況じゃないと、日本はその平和と繁栄は続かないんですよ。だから国際社会をどうするかという視点が当然入ってきて、その中でその私はそのためには、その紛争の平和的解決であるとか、ね、法の支配であるとか、その僕は正義と公平というのは大好きなんだけど、要するにいくつか その キーワードがあってね、それをアジアの人たちはもう一回再確認すべきですよ。再確認した後ね、その中身が何か今度議論したらいいですよ。
今回ね、私たち今世論調査やってるんだから、それ入れたんですよ。あのどれが目指すべき価値観ですか、中国嫌がってましたけど OK になりました。あの川島さんと、まあ、時間があれなんですが、あのとこの国、日本そのものがアジアの中でそろそろどんな国を目指していくのかということを多くの人たちが議論し合わなきゃいけないと思うんですが、どうお考えですか。あのもう数の論理では到底中国にかなうわけではないわけですし、うん、単純なパワーでは無理ですよね、うん、しかしやっぱりヨーロッパの国々も含めて、いわゆる GDP が縮小してもですね、それなりの発言力を維持する国々はたくさんあるわけですので、うんうん、日本というのはこれから人口も縮小していくかもしれないし、 GDP も下がり気味になるかもしれないけれども、日本が発信すること、日本の生活スタイル、その他がアジアの中で模範になっている、あるいは参照すべき価値を持っているというふうに思われるようになること、これは大事だと思います、はい、伊藤さん、最後の鳥になっちゃ締めになっちゃいましたけど、私もですね、まあ、経済規模という意味では、まあ、日本もですね、将来を見るとさまざまな困難を抱えているという状況にありますから、まあ、キラリと光る何かというものをどう作っていくかということだと思います。それは価値観かもしれませんし、まあ、経済界で言えば新しいビジネスモデルであったり、まあ、技術であったりというところかと思います、うん、まあ、その中でその対抗ではなくて共存して発展するという形の流れを作らなきゃいけないなと思います。ということで今日はあの参加とその、まあ、日中関係を、まあ、現状だけじゃなくて今後どうするかということについて議論をしました。でこうした議論を積み重ねて私たちは10月の末に北京に乗り込んで、まさに中国の人たちとこの議論を続けていきたいと思っております。でこれからも議論をしますので、ぜひ皆さんには見守っていただきたいと思っております。今日は皆さんどうもありがとうございました。